でね、一番よくある失敗はこのままですね、こう結びたがるんですけれども、そうではなく一度このまま来たらですね、持ち替えます。これ反対の手に持ち替えていきます。左手に手を、あ、タレですね、タレを持ちます。で、右手に手を、この細い方ですね、持っていただいて、まず細い方です。まず細い方から垂らして、太い方を上にかぶせて、太い方で下から上へと結んでいきます。こんにちは、たぬきちでございます。今日は、あのね、昨日連絡した通り、連絡をお伝えした通りですね、この浴衣をちょっと着ていこうかなと思います。で、まあ浴衣なんですけれども、まあ、着物もね、ほとんど同じです。あの、長襦袢っていうね、この下着を着て、さらにあの着物を着て、同じやり方で、あの、帯を締める、貝の口ね、今日やっていきたいと思うんですけども、そんな感じなので、まあ参考にしていってください。で、今日はね、とりあえず浴衣の着方ということでやっていきたいと思います。まあ、あの、下着は何でもいいです。パンツでも何でもいいんですけれども、一応ね、浴衣って寝巻きなんですよね。で、まあ、昔あの、家にお風呂がなくて、皆さん銭湯に通っていたんですけれども、その銭湯に行く途中とか、あと帰ってくる時に着たのが浴衣の始まりとされております。はい、なので、まあ、素肌に着るのがね、普通一般的な感じだったらしいです。なので、まあ、ちょっとね、よいしょ、まあ、ふんどしでも、パンツでも何でもいいんですけど履いて、で、まあ、シャツとか 着ないでもそのまま着ていただいていいと思います。で、まあ、まずね、羽織ります。浴衣を羽織ったら右左と合わせていきます。はい、右左ですね。で、ある方はですね、こういう腰紐と言われる、まあ、ちょっとあの細い紐ですね、布の紐を準備していただいて、これでまずね、仮留めしていきます。ない場合は、慣れてしまえばね、そこを帯でも締められるんですけれども、あった方がいいと思います。はい、ちなみにね、僕のアルバイト先の銀座侍ではゴムベルトというちょっと変わり種もあって、そっちだとね、もっと簡単に締められる。でちょっとね、アップしていきましょうか。よいしょ。まずね、浴衣を右左と着ました。はい、で、このね、腰紐は真ん中の部分をちょうどおへその15センチ下あたりに、まあ、丹田と言われる位置があるですね、そちらに合わせて後ろ一回交差させます。はい、交差させて前に持ってきます。ここでちょんちょ結びをしてもいいんですが、そうするとね、ここにボコってなって痛いんですよね。なので結び切りといって、一回結んでくるっとこう返して、でこの端っこをちょっと内側に入れてしまう、これ結び切りってやり方なんですけど、こういうやり方がいいんじゃないかなと思います。そうするとここのボコっていうね、あの、重なりがなくて痛くなく切れます。はい、で、帯です。やばい、帯がね、一番難しいんですよね、男性の着物の中で。よいしょ。なので、ちょっと帯の結び方もドアップでやっていきたいと思うんですが、まずね、手というのを作ります。はい、手というのを作っていきます。これね、あの、山なりに折っていただいて、山の方ですね、こっちの方を上にして、あとはですね、なんとなくでいいので、なんとなくこう開きながら腰に巻いていきます。よいしょ。で、一周したらですね、左手を離すことができますので、まあ、大体ですね、20-30cm ぐらい、このおへそから 20-30cm ぐらい出して締めていきましょう。まあ、これいろんなやり方があるんでね、一応あの、これじゃなきゃダメっていうやり方はないんですけども、
こんな感じで。で、一回一回ね、しっかりと締めてください。で、3周ぐらい。3周しました。あの、帯の長さによっては3周できないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、大体3周しましたら、自分の脇の位置ですね。この脇の位置で、各帯を折り返していきます。こういう感じです。自分の脇の位置で、各帯を折り返します。はい。で、今こういう形になりました。でね、一番よくある失敗は、このままですね、こう結びたがるんですけれども、そうではなく、一度このまま来たらですね、持ち替えます。これ、反対の手に持ち替えていきます。左手に手を、あ、タレですね、タレを持ちます。で、右手に手を、この細い方ですね、持っていただいて、まず細い方です。まず細い方から垂らして、太い方を上にかぶせて、太い方で下から上と結んでいきます。はい。で、またですね、今度はまた同じです。そしたらですね、細い方を今来たところ、ここからこう垂らしてきましたよね。そしたらここに返します。で、太い方をまた上からかぶせて、下から横にですね、まあ太い方で結ぶと。これだけです。ぜひね、あの、この単語を覚えてみてください。もう一度いきます。もう細い方、太い方で結べていいです。はい。いきますね。まずいきます。ここまで来ましたと。ここまで来ました。はい。そしたら一度開いていただいて持ち替えます。右手に細い方、左手に太い方。で、細い方を太い方をかぶせて、太い方で結ぶ。で、細い方を、太い方を、太い方で結ぶ。これだけです。はい。ね、なんか分かってしまえば簡単なんですけれども、本当にこの細い方、太い方、太い方で結ぶっていうのを覚えていただければと思います。あとはね、こうやってね、回していただいて、体にとってこう、ビシッとやっていただければ簡単です。これね、ちょっともう稽古で使いまくってね、ヨレヨレのですね、格闘技なんてピシッとはならないんですけども、こんな感じで締められればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、あの、浴衣の着方、いかがでしたでしょうか。はい、まあね、結構簡単ですので、替えの口さえできてしまえば簡単だと思います。そこだけね、ちょっとぜひこの動画見直していただいて、マスターしていただければと思います。それでは、いいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。たぬきチャンネルでした。